私の心は夏のよう。はい、フルートの部屋です。今ね、本当に実際ピアノを弾いて歌いましたよ。前回の動画、少年時代歌ってみたという動画ね、まあそこそこご好評いただいてて、いっぱい、コメントいただきました。どうもありがとうございます。で、あの中でね、まあいろんなことおっしゃる方がいらっしゃいまして、まずね、このピアノね、ピアノ弾いてないだろうと、あれはまあこれはもう本当ですよ。今実際弾きましたからね、実際だから弾いてるんですよ。弾いてるんだけど、とりあえずピアノだけ弾いて、その後から声をかぶせてる形なんで、まあ弾き語りしてるような風に見せてるけど、実際はピアノパートだけ弾いて、あと歌パートを入れてっていう感じで、まあミキシングしてるわけですよ。そうやって、まあ、作るわけですね。これはまあプロの方々もね、そうやって作ってるんで、まあ、それ真似してそれやってるってことですね。うん、なんかね、まあこういうコメントいただいてね、うん、これね、本当にクスッと笑ってしまったんだけど、これ打ち込みだろうみたいな感じでね、書いてらっしゃっててね、本当におかしかったんだけど、まあそれぐらい僕のね、ピアノがね、完成度が高かったのかなみたいなね。まあだからちょっと、笑ってしまいましたね。ただこれはね、本当に簡単ですよ。簡単なんですよ。今回弾いたピアノっていうのはね、これ今ね、タブレットに楽譜じゃなくて、このコード譜ですね、U フレットですよ。 U フレット、まあ U フレットを知らない方はね、ちょっと調べてください。 U フレットって言ってね、歌詞の上にコードね、コードが書いてあるやつなんですよ。それを見ながら弾いてるんだけど、全くこの手元を見てなくて弾いてるから、だからね、全く適当に弾いてるんだろうみたいな感じで思われた方いらっしゃったんだけど、そうではなくて、これはね、僕のメソッドなんですよ。これはね、まあ、改めて動画作ろうかなと思ってるんだけど、まあ、ここで大まかなところをお話ししておきたい、しときますけど、まあ、初心者ですね。僕はピアノ初心者だからね。ね、ピアノ触ったことあるけど、ちゃんと弾こうと思ったのはここ1ヶ月ぐらいですよ、本当に。だから1ヶ月ぐらいあれば、まあ、これぐらい少年時代はね、弾けるってことですよ、ね、この少年時代の弾き方っていうのを、まあ、作ろうかなと思ってますけどね。これはコードがね、まあ、今弾いた前半パートは本当に簡単です。その後が、まあ、B メロかな。 B メロがね、ちょっと厄介なんですけど、A パート、あ、A メロね、A メロは簡単なので、A メロだけは本当に、すぐに弾けるようになりますから、僕のね、メソッド、フルートメソッドを使えば、でそのフルートメソッドの一番要になるところが、この手元を見ないってことね。手元を見ずにこのコード譜だけを見て弾くってことがね、これが一番の要になるかな。なぜそうするかっていうと、手元を見てしまうと、手元とこのコード譜、この行ったり来たりしてしまうとね、見失うんですよ。見失う、うん、でこの U フレットっていうのはこうスクロールできるんですね。このじわーっとこうコード譜が上がっていくんですよ、ね、この中に全部ね収まってればいいんだけど、やっぱりね、全部収めるためには文字がちっちゃくなるんで、すごくね読みづらくなるから、ある程度大きくしないとダメなんね。ある程度、ね、文字を大きくしたいわけですよ。そうすると全体に収まらないので、自動スクロールさせて、こう全体をこうね、引きながら全体がこう上がっていくような形にできるんですよ、 U フレットっていうのは。 U フレットというのはね、うん、そうするとずっと上がっていくから、こう手元を 見てでまたこっちに戻ると見失ってしまうんですよ。あれどこかなって感じでね、うん、だからずっとこれ凝視しながら弾くと、うん、凝視しながら弾くと、そこがね一番の僕のねフルートメソッドなんですよ、うん、だから今回の動画もその通りやってる、うん、全く手元を見ずにこれだけ見てやってたんですよ。そしたらね、それが嘘っぽいって言われた。やっぱりピアノっていうのは時々こう手元
に目視線を落とさないとなんかね実際弾いてるっぽく見えないみたいで、そこはね僕ちょっと考えなかった、うん、こう指摘されてね、あそうかと思ったんだけど、でもこのフルートメソッドは全く手元を見ないっていうのがね、うん、重要なポイントなんですよ。だから全く手元を見ずに弾くっていうのを習得するのが、まあ、一番難しいかな、うん、フルートメソッドではね、うん、だからそこは本当に慣れていただくしかないんだけど、っていうかね僕が今ね、まあ、日々努力しているとこなんですよ。本当にこう感覚だけでこの鍵盤一つ一つのキーを、うん、探り当てられるっていうのね、っていうか完璧じゃないとダメよね、うん、本当に隣の鍵盤叩いてしまうともうそれで台無しになってしまうから、ギターの場合はね他の間違った弦とか間違ったフレットを弾いてしまってもギターの場合はね結構ねごまかしが効くんですよ、うん、ギターごまかしが効くね。でもピアノはなかなか厳しいですよ、間違った鍵盤叩いてしまうと。だからもう100発100中でねこれは叩けるようにならないといけないっていうのが一番、うん、苦労するところかな。でも他の一般的なセオリーでピアノ弾くよりか全然簡単なのでね、これはぜひね真似していただきたいなと思いますね、うん、これに関してはね、うん、今日ちょっと大まかなところ語ろうかなと思ったけどちょっと無理があるね。だから、うん、改めてこのピアノ弾き語りのやり方フルートメソッドについてはね、語ってみようかなと思いますね、うん、だからピアノ本当ね全然難しくないですよ。ピアノって言ってもねピアノ弾き語りですよ。弾き語りはウクレレとかギターの弾き語りよりか全然僕はね簡単だしおすすめですね。特に高齢の方、うん、には弾き語りもうギターを勧められないもんね。もう高齢になった方にはね、高齢っていうかまあ大人になった方、うん、にはなかなかねギターはね大変なんですよ。ギターってあとねウクレレがなんか簡単っぽいなって思ってらっしゃる方いると思うんだけど、僕から言わせるとねウクレレの方が難しい、うん、まあ簡単な曲はいいですよね、簡単な曲はウクレレっていうのは手っ取り早くできるんだけど、でもねある程度ちゃんとした曲しっかりした曲、まあこの少年時代にしてもそうよ、これウクレレで弾くっていうのはねかなりハードル高いですよ、うん、コードがねさっき言ったみたいに B メロが難しいんですよ。コードが結構難しいよ、うん、まあそういうわけでねピアノ本当ねピアノはもうね何回か言ったと思うんだけどピアノが一番いいんですよ。一番手っ取り早いしとっつきやすい。なんか楽器を始めたいなと思ったら、ね、この場所は取るけどねこうやって、ね、場所の大きい場所、まあ、こんなでっかいやつ必要な、僕もこっち全然使ってないからな、今ちょっと切れて見えないけどこれ88鍵盤あるんですよ。でも全然使ってないこっちの方はもうこっちばっかりだね。だからこれぐらいの長さでやつでもね、まあ、普通の歌謡曲を弾くやる分には問題ないね。こんな長いやつは大きいやつは必要ない、うん、これねこの辺まであるんだけどねでっかいこんなの必要ないね、うん